9月17日セリーグまとめ、男阪神タイガース、CS 争いの邪魔はしないとか言いながら広島ボコして横浜に勝たせてるじゃないですか。星うさぎが負ければ恋を任し、うさぎ恋が勝てば星にも勝たせる。柳裕也後半戦の援護点1000111110、援護回65、援護点4、援護率0.55。かわいそうなのは抜けない。横浜は落とし取ったかったんだがな、CS で上がってこられたら正直負ける気する。カープで負けるから心配してないくせによ。今日の BS 朝日、実況と解説下柳、D の抑えが森原になってるのを知らない、安脇抹消を知らない、神里が2分にいるのを知らない、ベイスターズは強力打線、柳4勝大勢3勝と聞いてくさかれた。マジでかわいそうすぎる。柳って性格良いの見ててわかるからなおさらかわいそう。抜けない。3走しそう。柳が FA してどこに行こうと激励と祝福を受けるだろうな。言うて柳ならどの球団も欲しいやろ。なんとなく柳はどこ行っても無援護になる気がする。そういう星の元に生まれたような。柳打線が打ってくれない。せや Y が打てるようになれば勝てるはずや。矢印が率2割5分7厘。さすが柳。なお清水のボル26、1勝8敗37ホールド 3.04 55登板どうして。清水なんてこんな負けてるんや。使いすぎやろ。さすが2、3年は持たん。清水でもホールドを争いしてるし、まだようやっとる方ちゃう。本拠地神宮やし、どうなのは分かっとるんやが他におらんからな。先週水曜は8回3点リードで石山矢印、木沢矢印、山本起用してみたりしてたけど、あのざま4失点やし、星がいい感じやん。個人の例年比では良い感じとはいえ、防御率は清水の方がええからな。まだまだ信頼度がつくんちゃうか。清水は同点で登板する機会が多いんちゃうか。それだけチームが勝ってる場面が少ないってことやけど、広島負け負け勝ち勝ち負け勝ち、 D 負け負け勝ち勝ち負け勝ち、巨人負け負け負け勝ち負け勝ち、3人はどういう集まりなんだっけ。山本由伸も村上昇樹も中ドラに入ればせいぜい5勝が限界や。門脇はさすがや。中山はもうどうでもええわ。前から言ってるけど門脇は近い将来弱点になるで。ショートの後継者なだけあるな。原ちゃんとチャンスで秋広や中山使って自信つけさせてるやん。答えられない選手がクソなだけ。門脇見ただろ、これが本物や。門脇はスターになる要素あるで。ジェネリック現代や地方中山ライトさん、すべてを失う。今年は門脇秋広でポジリ倒すシーズンだわ。ほんま1割台の守備線ルーキーを使い続けた結果、原ってなんだかんだこの辺を見極める目あるよな。門脇に関しては我慢した原以来。もしかして大勢に勝ちついた。ついたで復帰後終儀やな。大勢に勝ちつくのはさすがに臭すぎん。大勢は抑えから外していいやろ。松井勇気にウォークくらい払ってきてもらおう。新井は島内に中継ぎのタイトルを取らせてあげたいのかもしれんが、今の島内はシーズン前半の島内ではない。島内はもう僅差で使えないな。追い込んでもないのに釣り玉要求で毎度おなじみ。スリーボールは相川が悪いの確定だろ。僅差では怖いのばっかになってきたな。ちなみに栗林も怖い。ことのは9月の成績がなんと上位の4割超え、 OPS も950超えてますね。カープで一番調子の良い打者です。ことの来年は序盤からしっかり頼むぞ。田村頼むから無事であってくれ。関東最終戦に参戦予定だから見れないなんて辛すぎる。田村左手打撲だって。よかったな。骨折してなくてよかったな。まあしばらく休むかもしれんが、あれでスイング取るアコは審判やめるべき。実績ある打者だったらあれ普通に支給判定だろうな。将来的には実績積むであろう。有望な若手なのに。つうかさ、投球に合わせてスイングの初動を始めるわけじゃんか。そこへ体方向へ行った投球をかわそうとする動作をスイング取るのはやめないか。あれお家に行ってないのは誰が見ても明らかだろ。スイングとかファールだったからあの投球が悪くないんか。見直せよ NPB。 立浪明日も満員や。昨日も今日も明日も超満員。正直立浪はすごいわ。中日ドラゴンズ残り12試合で5敗した時点で球団敗戦数で歴代ワースト記録に並びます。若手だけではダメだと気づいて中堅ベテランも使うことにしたけど勝てないわ。明日のネオも無援護なんだろうな。無援護なら今日の比較にならないぐらい野手が叩かれると思うよ。ネオが投げる日は言う。外してほしい。中継で立浪の家掲げてたやついたけど、そんなんやっても変わらん。舐めるなと言いつつ球場に行くんだからそりゃ舐められるよね。今のフロントがこれだけ客入ってて解任するわけないよな。CS に向けて裏ローテの浜口平大貫が上げてきたな。バウアーがいればな。大貫明日は牧が打つよ。森原がいなかったら今日も負けてたな。ほんと何試合救ってもらったことか。牧は打ちたがってるな。まあそれもやむないか。明日も林はスタメンで使ってほしいところ。できればショートで。林は使い続ければ面白いと思うんだよな。お前ら打てないとすぐ下げろって言うけど、今日の大和見てたらショートスタメンは林一択だろ。大田にしても浜口にしても二軍調整を経て調子上げてるのに、調整すら許されずに恥を重ねることを強いられてる山崎伊勢佐野は哀れだな。大田がヒロインで好調なのは二軍でスタイル変えた結果とはっきり口にしたけど、三浦の耳には届かないんだろうな。佐藤輝明あれがホームラン入らない球場浜風で戻されるきついな。ここはほんと横浜の投手打てないわね。あんまり甘い球来ないキャッチャーも肩がいいな。村上の防御率下がったし満足やで。こんな日もあるやろ。村上に負けつかず防御率1位が試したからええで。 CS も負けるとしたらこんな感じやろな。村上は来週の中日戦で規定到達して防御率のタイトル確定させたらそのまま抹消やな。満塁機何であの当たりがゲッツーなったのが運なかっただけだな。まあ本来なら岩崎出してるとこだし、7でか今年初見の浜口だったのも運悪かったな。もっとお試し若手使うと思ったがそうでもないんだな。明日は手抜きやと思うで。明日境田でいいやろ。あとショート小畑柳並が出てきた。自打球以降の森下空振り三振空振り三振、三塁頃空振り三振空振り三振。こんな目星と変わらにゃん。怪我直すの優先した方がええやろ。村上12戦連続 QS で QS 率 90% 到達。 90% 以上は山本由伸と村上のみ。やの俺がいなかったら村上は阪神におらんぞ。広島の方がなんか消化試合みたいなスタメンなおかつ模様。明日広島に負けると全球団負け越しが決まるらしい。完封負け23試合。中日ファンは何を楽しみにして試合見てるんや。実はファンクラブの会員で10代後半から20代後半の人が増えているんです。高橋宏や石川隆、岡林ら地元出身の若い選手たちが活躍していることで同世代の人たちの関心が高まっているのでは。球団関係者、今週の中山ライト、阪神優勝アシスト、ど真ん中寄りの球を見逃し審判に切れる。ドラゴンズは誰に注目すればよいんですか。川越誠二らしい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。